日々カンドラ沼をお楽しみの皆様、9月の最新カンドラ情報のお時間です。今月日本で配信される最新ドラマは5作品、これから韓国で放送される最新情報とともに全7作品をお届けするわ。いつかの君に。恋人の死を乗り越えられずにいるジュニが目を覚ますと、そこは1998年、自分と同じ顔を持つ女子高生ミンジュになってしまった彼女は、失った恋人とそっくりな高校生シホンと出会う。時を超えて新たに始まるタイムスリップファンタジーロマンス。恋人を残してこの世を去ったヨンジンと高校生シホンを社内お見合いのアンヒョソプ様、現代のジュニと過去を生きるミンジュをヴィンチェンツォのチョンヨビン様、それぞれ一人二役に挑む。台湾の人気ドラマ時をかける愛のリメイク作、カンフン様の友情と恋に揺れる演技にも注目よ。いつかの君には全12話、9月8日からネットフリックスで配信予定。アスダル年代記シーズン2。太古の地アスでそれぞれの伝説を生み出す英雄たちの物語、待望の続編。そのエンディングから8年後の世界を舞台に、アスダル王国とアゴ連合がアスの命運をかけ大戦争を始めるファンタジーアクションドラマ。アスダル王をスーツのチャンドンゴン様、アゴ族の長を悪の花のイージュンギ様、アスダル大祭官をそれでも僕らは走り続けるのシンセギョン様、アスダル王妃をその恋断固お断りしますのキモオクビン様、タイトルをアラムンの剣に一新、監督主要キャストもバトンタッチし話題の的に。続編公開に先立ってシーズン1もディズニープラスで配信中よ。アスダル年代記シーズン2は全12話、9月9日から TBN で放送予定。日本でも16日からディズニープラスで毎週配信。誘拐の日。娘の病院費が欲しくて誘拐を計画した男が思わぬ事件に巻き込まれ、殺人の容疑者として追われることとなるが、抜け目だらけの誘拐犯と11歳の天才少女が愉快でとっぴなコンビプレイで真実を追跡するバディスリラー。誰よりも人間らしく心の弱い誘拐犯を映画犯罪都市のユンゲさん様、誘拐犯を追う刑事をザ・グローリーのパクソンフン様、優秀な頭脳を持つ少女をパチンコの天才子役チョンユナちゃん、500分の1の競争を勝ち抜いたユナちゃんの演技にも注目。笑い、感動、そしてどんでん返しと感情ジェットコースターに陥るはずよ。誘拐の日は全12話、9月13日から ENA で放送予定。日本でも Amazon プライムで同日配信。ハンガン警察。韓国の中心を流れ、シンボル的な存在であるハンガンを昼夜問わず守るハンガン警察隊。安全なハンガンのために出勤する彼らが大いなる犯罪に巻き込まれたことをきっかけに、さらに奮闘していくスペクタクルアクションコメディ。正義感あふれる熱血警官ドゥジンを天国の階段のクォンサウン様、彼の上官で性格は正反対でも息ぴったりのチュンソクを、映画スマホを落としただけなのにのキムヒヨン様、その他若手からベテランまで魅力的な俳優たちが脇を固めるわ。主演2人は映画奇襲以来の再共演で愉快なシナジーを発揮。彼らのスペクタクルな全力アクションとイサイン様の激しい演技にも期待が高まるわ。ハンガン警察は話数未定。9月13日からディズニープラスで配信予定。7人の脱出。ある少女の失踪事件に関連した7人の悪人たちが一つの島に漂着した。生きては出られない呪いの島で繰り広げられる残酷で凄まじい生存競争と彼らに向けられる血の応酬を描いた復讐劇。復讐の設計者マシューリーをペントハウスのオムギジュン様、金と成功を求める欲望の化身ラヒを、彼女は綺麗だったのファンジョンウム様、義理がたいが裏切られてばかりのドヒョクを最愛の敵のイジュン様、多くの人々を熱狂させたペントハウスシリーズの脚本家と監督が再タッグ。なんとすでにシーズン2も制作開始している超期待作よ。7人の脱出は全17話、9月15日から SBS で放送予定。剣の歌。
激動の日本による植民地時代、居場所を奪われ関東に移住した人々が事情を抱えながら朝鮮人の基盤を守ろうと武器を握っていた。家族や国を守るため日程に向かって命を懸けるアクション活劇。元日本軍だが全てを捨て関東を守る盗賊となるユンをアイランドのキムナムギル様、親日家の仮面をかぶる独立運動家ヒシンを少女時代ソヒョン様、関東朝鮮人村の地主チュンスをイテウォンクラスのユージェミョン様、スタジオドラゴンが制作費300億ウォンをかけた超大作、御年43歳ナムギル様のキレキレアクションにも注目ね。剣の歌は全9話、9月22日からネットフリックスで配信予定。最悪の悪。1990年代のカンナムで横行する麻薬密売を一網打尽にするため、刑事ジュンモは犯罪組織に潜入し溶け込んでいくが、組織は徐々に疑いの目を向け始める。人間の欲望と道徳的曖昧さを浮き彫りにするアクションクライムドラマ。危険な潜入捜査をするジュンモを怪しいパートナーのチチャンウク様、犯罪組織ボスキチョルをイカゲームのウィーハジュン様、ジュンモの妻を女神降臨のイムセミ様、最強ギャングたちの小道具衣装までこだわり抜かれ、90年代を完璧に再現したセットは見どころの一つ。誰が敵で味方なのか、何が真実で何が嘘なのか、とくとご覧あれ。最悪の悪は全12話、9月27日からディズニープラスで配信予定。今月は割と配信数が少なめだったけど、期待のネトフリディズニープラスのオリジナル作品がついにやってくるわ。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。